美しい名木を産出することで知られる京都北山。北山杉の育成は室町時代から京都の産業の一つとして栄え、長い歴史の中で種の改良が繰り返され、そして育成技術が蓄積されてきました。長沢春夫さんは昭和7年北山で林業を営む家に3代目として生まれました。北山杉は数寄屋建築などの柱や梁、たるき材として使われる人の手によって作られた名木です。京都北山、その杉はどのように育てられるのでしょう。一口に北山杉といっても様々な種類があります。種類、育て方により杉はいろんな表情を作り出します。その表情を描き出すのが北山の職人です。長沢さんの北山杉の生産は母樹剪定、苗木作りなど多くの工程を重ねていきます。北山杉の多くは種から育成するのではなく、長年改良されてきた親木から穂を採取し苗木にする方法が取られています。挿し木で植えたら化けへんでね、その種をまいて、その種をまいたらその親以上のものは20万分の1しか出へんねと、あと悪なるらしいわ。挿し木はクローンやから親と同じものができるわけない。成長は種の方が早い。そやから今現在の北山も種系の中からええやつを寄って挿し木しとるわけ。採取した穂を畑に植える苗木作り。まず穂の根元に塗る泥を作るため赤土を採取します。雑菌の入った土だと苗の根を傷める可能性があるため、苔の生えていない菌の少ない部分の土を採取し、天ぷらの衣程度の粘りになるまで水を加えます。従来は赤土を団子状にして根元につけ植えていましたが、泥を塗り植え付けた方が根のつく率が高いことに長沢さんは偶然気づきました。現在北山ではほとんど泥を塗る方法が取られています。根元全体にムラなく泥を塗っていきます。苗は2年ほど苗畑で育てられます。長沢さんは1年におよそ2000本の苗を作りますが、山に植えた後間伐したりして残るのは800本ほどです。北山は土壌が悪く、その良くない土壌が逆によく締まり光沢のある木を生み出すと言われています。こうして育った苗木は山に植えられます。植え付けの工程です。根についた土は洗い落とされ直に山に植えられます。この際枝の伸びている方を山側に向けて植え付けます。枝の伸びている向きは根の張っている方向でもあり、その方向を山側にすることで木が安定し、根元からまっすぐな杉に育てることができます。支えとなる添え木は斜面に対して谷側に立てられます。雪の多い北山では添え木が下にあることで幼い木が雪の重みで流されにくくなります。植え付けから2ヶ月、下刈りは年に3回から4回、
気温が下がる秋口まで行います。草刈り機を使いにくい急斜面などでは草刈り釜を使い手作業で草を刈っていきます。刈った草は杉の肥料になります。7年目、高さ2メートルくらいになると下の枝を切る枝打ちを行います。以降数年ごとに順次下から枝を打っていきます。床柱など名木として使う北山杉は根元から先端まで太さが一定であるのが良いとされています。上が細くて下が極端に掘っといたら太いねば、で下を打っといたると締めてきよるさが太らへん。枝を打っとくと上も元木も同じぐらいの綺麗にツーンと埋まるわけ。枝を打つ道具は主に鎌とナタがあります。細い枝は鎌で切れますが、太い枝はナタの方が楽に切れます。長澤さんが山に持っていく道具は木を切るノコギリ、枝を打つための鎌とナタ、砥石などで腰に下げられるようになっています。これらの道具は木の成長や季節によって使い分けられるため、同じ種類のものでも多くの道具が用意されています。ナタは刃が厚く打撃力があり、太い枝も打ち切ることができます。枝打ち用のナタの刃には溝がつけられています。これは刃をより薄くすることと、早く研げるよう砥石に当たる刃の面積を小さくするための工夫です。長澤さんは主に鎌を使います。鎌は刃が薄く鋭利で、 R のついた刃で枝を切り取ります。これは同じ時期に枝を切った後です。ナタで切った後はへこみ、消えるのに7年ほどかかり、鎌で切った後は小さな出っ張りとなり3年ほどで消えます。早く跡が消え、適度な太さで出荷した方が価格的にも有利です。しかし太い枝では打撃力のあるナタが必要となります。よく切れる刃物ほど綺麗な製品に仕上がります。山でも道具の手入れは欠かせません。地元京都の天然砥石を持って山に入ります。また道具は木の種類、季節によって使い分け調整し直します。春は木が柔らかいやろ、水分あげてるから。水分があって柔らかい木はノコギリを詰めようとしようんやわ。春先から秋の彼岸までに切んやったら、やや角度をこう薄するようにヤスリをつけんなんし、それから冬になってきたらやや90度に近い75度ぐらいの角度でヤスリ入れていかなんし。手に合わせ、木に合わせ道具を作り込んでいきます。枝打ちを繰り返し均等な太さに育った北山杉。伐採する前の年に行う枝締めの工程です。頂部以外の枝をすべて切り払う工程で、北山杉独自の方法です。枝を切ることで水の吸収を抑制させ、木の表面の密度を高めることができ、色や艶が良くなり亀裂の入るのを防ぐことができます。一度木に登ったら木から木に渡り、昔は朝登ったら昼の食事まで降りてこないこともあったと長澤さんは言います。本仕込みの工程、
植え付けから30年から35年目に行います。修行を始めて3年目に入るお弟子さんを伴って山に入ります。木を倒す方向を定め、ロープをかけ、なたで倒す方向に受け口を入れ、ついでノコギリで追い口を入れます。この時、木は完全に伐採せずに根元をわずかにつなげておきます。本仕込みは伐採する木を近くの木に立てかけ、風などで倒れないようロープで固定した後、皮を剥きます。木は乾燥しやすいようできるだけ日の当たる方向に倒します。組んだ形が槍の先のように尖っていることから槍に組むと呼んでいます。木には若手が登り、親方がロープをコントロールしながら指示を出します。芯となる木を中心に何本かの木を寄せ合うようロープで固定していきます。槍に組み終えたら皮むきです。木の皮をむく道具としてヘラが用いられます。ヘラは杉の中の当て材と呼ばれる硬く水分をよく弾く枝の部分を使い作ります。木に登る道具として古くから手木と呼ぶ道具があります。ロープがあれば山に生えている木を使いはしごを作ることができます。本仕込みは山で皮を剥きそのまま立てかけておくので、乾燥させる設備や倉庫を必要としない合理的な方法です。立てたまま皮を剥くので立ち剥きと呼んだりします。皮を剥かれた木は日光で乾燥するとともに、木内部の水分を頂部に残された枝が吸い上げるため、表面と内部が均等に乾燥し割れにくくなります。最後に水分を吸収できないようにわずかにつながっている根元を断ち切ります。このまま自然乾燥させると1週間から10日ほどで北山杉独特の色・艶に仕上がっていきます。立ち向きからおよそ1週間、本仕込み後半の工程、木を倒し山から下ろす作業にかかります。事前に木を山から下ろす準備をしておきます。山から木を運び出す伝統的な道具として、木、馬と書いて金馬と呼ぶソリのような運搬具があります。まず間伐材などを利用し、梅木と呼ぶ木をルートに沿って並べていきます。梅木は地面に食い込ませるように並べていきます。何気なく並べているようですが、斜面の角度により異なった置き方をしています。摩擦を計算し、勾配の急なところには割り木の表面を上に、緩いところでは三角形の角が上になるよう配列しています。金馬の速度をコントロールしたり、ブレーキとなるワイヤーロープを木の株などに固定し、ルート上に伸ばしておきます。よっしゃ。
車はワイヤーの上に置きます。荷を積む間に金馬が動き出さないようワイヤーで固定します。積み荷の丸太を固定する棒を取り付け、運搬の準備が整います。金馬に立ち向きした木を直に置くと傷がついてしまいます。皮を剥かない木をクッションとして乗せて、その上に立ち向きした木を乗せるようにします。この日は林業を営む長澤さんの息子さんも入れ3人体制です。クッションとして使われる木も山から下ろした後皮を剥き製品とします。立ち向きした木を倒していきます。槍に組んだときちんとなった木にロープをかけ、先端のフックに長いロープを通し倒す木に結びます。槍に組んだまま木の頂部を切り落とす首落としをします。切れて取れてやろ、持っとれよ。傷がつかないようロープでゆっくり慎重に木を寝かせていきます。よっしゃ、下ろして下ろして、はい、どこ入れ、下ろせ、はい、下ろせ、よっしゃ。ノコギリが入りにくくなったら首落とした、先端を切り落とし作業を続けます。本仕込み初挑戦のお弟子さんを長澤さん親子が見守ります。最後の一本を倒し、高所での作業は一段落。先に切り倒したクッションとなる皮付きの木を金馬に積み込みます。もっと前、構えは最後に、オーライ、はい、イベント、はい、ええかな、はい、次に立ち向きした木の積み込み。手間暇かけて育てた木です。傷がつかないよう慎重に積んでいきます。これゴーンと落としたら、はい、前へ前へ、はい、どこ、そこで、ここ、いや、それ行こう、これやね、積み荷の重量バランスを考え、ロープと山にある木を利用し、荷が溶けないよう固定していきます。はい、ゆっくりゆっくり、で、閉まったら、はい、で、その紐でこうついて、はい、荷物である丸太にワイヤーを巻きつけます。平坦なところは梅木に油を塗り滑りを良くします。よっしゃ、丸太と巻きつけたワイヤーの摩擦を加減しスピードをコントロールします。手のこの掴み方、これを力入れんとふわっと持ってたらスピード出るし、キューとこう締めたったらゆっくり行くし、それでもまだ荷重がかかってくる場合はもう一つ巻いてクッと止めれば何歩でも止まるし、一日に5キロから6キロぐらい上行って荷積んで降りてきて、で途中まで上がっとくにはそうせんとあくる日一回できひんから、大概気前引きの場合は山の小屋の
で寝泊まりしていう半端暮らしやね。金馬引きは危険を伴う作業で熟練を必要とするため、現在ではほとんど行われることはなく、木の運搬は小回りの利くキャタピラ式の運搬機などが使われています。山から下ろした木はすぐにすき家作りの用材として3メートルほどの寸法に切ります。剣竿を使い印を入れ切っていきます。立てかけたとき、小口から水を吸わないよう、また立てたまま回転させやすいように元口を削ります。クッションとして皮のまま下ろした木も製品にするため皮を剥きます。ヘラを使い、できるだけ一枚ものとなるように剥いていきます。上手に剥かれた杉の皮は昔は屋根の下地に敷かれていました。現在では水圧で皮を剥く方法が主流となっています。手間や時間を大幅に省略することができますが、山で立ち剥きした木の方が色や艶が勝っていると言われています。木の表面にわずかに残った皮を取り除く小剥きと呼ぶ作業で、鎌の刃の部分を布で巻いた小さげ鎌を用います。木の割れを防ぐため、あらかじめ割れ目を入れておく背割り入れ、木の太さに応じて微妙に深さを調整しながら丸のこで割れ目を入れていきます。相方は奥さん、息が合わないとうまくいきません。背割りした部分に矢と呼ぶ鎖を打ち込み、背割りが塞がるのを防ぎます。木の鎖で背割りを広げ、矢を打ち込みます。矢は乾燥した時点で自然に割れ目から外れ、十分に乾燥したことを知らせてくれます。北山の風物詩的な作業が砂磨き。注文があり出荷する前に行う最後の工程です。砂は北山独特の砂で、菩提の滝周辺で採れたため菩提の砂と呼ばれています。この砂はおよそ200年前に土砂崩れで上流の山から流れ出たもので、土砂の流出が止まった現在では滝の上流の山に分け入り採取します。持ち帰った砂は小石などを取り除き、お米を研ぐ要領で水が澄むまで繰り返し洗います。菩提の砂はきめ細かな砂ですが、磨き込んでいくうちに粒子がさらに細かくなり、木の表面をより艶やかに仕上げることができます。
上手に育てた北山杉は最初は白く艶やかで、時が経つごとに飴色に変化し、さらに年が経つと漆を塗ったような光沢と風合いが生まれてくると言われています。悪い土壌を逆に生かし、美しい森を作り出した北山の先人たち、伝統を守りながらより美しい木を育てることに知恵と技を駆使してきた現代の職人。チェーンソーなどの機械が主流を占める中、木に優しい手道具にこだわり続ける長澤さん。今日も道具の手入れに余念がありません。